もしもし、そこのあなた。私は食べマイカ。浜松の美味しい食べ物をたくさん食べちゃうの。今日のパワーフードはセルリー。セルリーって聞き慣れない人でもセロリなら聞いたことがあるよね。今日はそんなセルリーについて、生産者の鈴木さんと古橋さんにいろいろとセルリーの秘密を聞いちゃおう。ねえねえ、どうしてセルリーって言うの？セルリーは一般的にはセロリ、セルリーなどと言われているけど、英語のセルリーをフランスなまりで読んでセルリーと言われるようになったんだ。浜松のセルリーの特徴を教えて。浜松のセルリーは筋が少なく、食べるとシャキシャキしていて香りもいいんだよ。どうして浜松はセルリーの栽培が盛んなの？セルリーは涼しいところを好むんだ。冬でも暖かくて太陽が出ている時間が長い浜松はセルリーを育てるにはいい場所なんだ。浜松は冬から春にかけての生産量は日本一なんだよ。またハウス栽培も活用することで、冬の収穫、春の収穫で1年に2回収穫しているんだ。セルリーの美味しい食べ方を教えて。セルリーはなるべく早く食べきるのがいいんだ。保存する場合は葉の部分から水分が出ていくので、葉と茎を切り離してそれぞれを新聞紙で包み、ビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で立てて入れると良いよ。茎がしんなりしているときは使う前にコップに冷水を用意し、根元を冷水に浸してしばらく置いてから食べるのがおすすめだよ。いただきます。おいしい。浜松フードパークは他にも浜松の美味しい食べ物をたくさん紹介しているから、ぜひ見てね。じゃあ次は浜松の何を食べようかな。みんな浜松の美味しい食べ物をたくさん食べに来てね。